はい、こんにちは、レトスの小野です。8月14日の3問に入っていきます。A が被用者 B の行為につき、C に対して使用者責任を負う場合で、A が C に損害賠償金を全額支払った場合、B に故意または重大な過失がないときは、A は B に対して求償権を行使することができない。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。問題文の状況としては、被用者 B、まあ、従業員 B ですね。従業員 B がいて、まあ、使用者の A がいますと。で、A が被害者に対して、まあ、全額賠償金を支払ったんですね。で、今回、この従業員 B が加害者なんですけれども、加害者に、まあ、故意または重大な過失がないと、まあ、いった状況なんですね。まあ、なので、まあ、多少過失があったぐらいのイメージですね。で、その場合、A は、この B に対して求償できるかと。で、求償権っていうのは、まあ、請求権っていう考えてもらってもいいので、まあ、全額賠償した A さんが B に対して、一部、もしくは、ま、全額、請求することができるかと。いうことは聞かれているんですね。で、答えは、これ、求償することはできるんですね。なので、誤りです。使用者、まあ、会社等ですね。A が、被害者 C に損害賠償金を支払ったときは、使用者は、まあ、従業員 B に対して求償することができます。で、この従業員の故意または重大な過失、これがあろうとなかろうと、これは関係がないんですね。まあ、よって、誤りになると。で、今回のポイントなんですけども、もう一つあって、それが、求償できる金額なんですよ。まあ、どれだけ求償できるか。どれだけ使用者が被用者に請求できるかっていう、この金額なんですよね。で、これは判例で、損害の公平な分担という見地から、審議則上相当と認められる限度を求償できるって言ってるんですよ。で、まあ、これね、すごくわかりづらい、これ言葉、言い回しなんですよね。まあ、イメージとしては、使用者が、まあ、ちゃんと監督してなかったとか、まあ、変な人選任してしまってたとか、まあ、そういうふうに使用者の責任が大きい場合っていうのは、被用者に請求できる金額は少なくなるんですね。で、一方で、被用者の方が、まあ、責任が大きいという場合は、求償できる金額が大きくなると。まあ、そういったイメージでも全然問題ないです。そして使用者が、まあ、この社員ですね、従業員に求償できる理由なんですけども、これ考えると、まあ、使用者は監督とかね、専任の責任はあるにせよ、不法行為を行った張本人はこの社員 B なんですよね。従業員 B なんですよ。だから、まあ、会社が弁済したのであれば、悪いことをした張本人に対して、まあ、いくらかはね、求償できるというのは、請求できるっていうのは、まあ、当然だというふうに考えますよね。なので理解していただければ、これは全然簡単な内容ですね。問2ですね。取引士、宅建士は、常時取引主張を携帯して、取引の関係者から請求があったとき、提示することを要し、これに反したとき、違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある、丸か×かという問題ですね。で、答えは、×です。取引士は、取引の関係者から、請求があったとき、まあ、取引書を見せてくださいって、請求があったときは、取引書を提示しなければならないんですね。しかし、このルールに違反したとしても、過料に処せられることはありません。つまり、今回の問題は、10万円以下の過料って書いてありますね。これが誤りなんですね。つまり、宅建業法違反にはなるけれども、罰則の規定は適用されないと。罰則はありませんよっていう話なんですね。で、この部分細かいんですけども、こんなことも出題されるんですね。で、まあ、どうしたらいいのって思われるかもしれませんが、もうポイントをちゃんと押さえていく勉強をするしかやっぱないんですよ。で、独学の方だと、そのどこがポイントかを見つけるのっていうのはすごく難しいんですね。まあ、これはですね、もう過去問を自分自身で分析しながら、どこがポイントかっていうものをもう見極めていくしかやっぱないんですよ。まあ、個別指導であれば、ここがポイントですよ。ここを合わせて覚えてくださいねっていうふうにお伝えできるんですけども、独学やっぱ、それ、できないですよね。教えてもらう人がいないわけなので。なんで、もうそういった方はもうとりあえず、もう覚えていくしか、ないので、覚えながら、また過去問を解きながら、過去問を研究して整理していただければと思います。で、問3ですね。完治処分にかかる抗告後、従前の宅地について、損した、抵当権は消滅するので、完治に移行することはない、丸か×かという問題です。これは誤りですね。でこんなことがあったら、抵当権者は担保する目的物がなくなって困ってしまいますよね。
従前の宅地について存在した抵当権っていうのは、完治処分の公告日までは、従前の宅地に存在します。その後、公告があった日の翌日、その日からは完治に移行します。抵当権が従前の宅地から完治に移行するということですね。まあ、これで頭に入れておきましょう。そして、今販売している予想模試は、実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試については、この動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。